クロモドメーンヘリカーゼ DNA 結合タンパク質7、または ATP 依存性ヘリカーゼ CHD7 は、人において CHD7 遺伝子にコードされている酵素である。CHD7 は ATP 依存性クロマチン、最高蓄タンパク質であり、症状場へのトライソラクス群タンパク質キズミットと、相当性がある。CHD7 の変異は、チャージ症候群と関連している。 モデル生物が CHD7 の機能の研究に使われてきた。CHD7 トン平方メートル、オーチーと呼ばれる条件不ノックアウトマウス系統が国際ノックアウトマウスコンソーシアムプログラムの一部として作られた。オスとメスは遺伝子欠損の影響を決定するために標準化された表現型スクリーニングに供された。変異マウスに対して24種類の試験が行われ、 5つの有意な異常が観察された。ホモ接合変異肺は妊娠中に同定されなかった。したがって離乳まで生存した者はいなかった。残りの試験は、ヘテロ接合変異生態マウスに対して行われた。ユーヘテロ接合体は改良シェルパ試験において異常な骨盤居上を示し、両目でベルクマイスター乳頭の多発が認められた。ヘテロ接合動物の脳が研究され、 能量の欠如が観察された。ありがとうございます。